皆様、こんにちは。愛犬家住宅のセラフ榎本です。愛犬には特有の疾患を発症する子がいます。大型犬に多いのが股関節形成不全、小型犬に多いのが膝蓋骨脱臼などです。これらは先天的要因が7割、環境的要因が3割と言われています。環境的要因は愛犬家の皆様によってリスクを減らしてあげることができます。環境的要因として挙げられるのが、愛犬が足を滑らせてしまうフローリングの床。こうしたフローリングの床には、床のコーティングがおすすめです。床のコーティングなら、セラフへのもとにお気軽にご相談ください。さて、愛犬丸バツクイズです。ナルコレプシーは、遊んでいるときに、突然脱力してしまう症状が現れることがある。答えは丸です。例えば、飼い主さんが帰宅して興奮しすぎた時にその場に倒れ込むように倒れてしまったり、おもちゃで遊んでいる時に突然意識を失うように倒れ込む症状があります。喜びの感情などによって興奮してしまった時に症状が起きる可能性が高いです。以上で愛犬丸バツクイズを終わります。皆様方のワンちゃん、猫ちゃんのための家のリフォームや増改築等ございましたら、お気軽にご相談ください。